間もなくですね。はい、皆さんこんばんは。 FM 沖縄沖の皆様、いかがお過ごしでしょうか。毎週木曜日この時間はですね、インパルスレディオ、担当いたします、沖縄商工会青年部部長の荒垣です。皆さんどうもよろしくお願いいたします。キャン君、今日ちょ暑かったっすね。暑いですね。もうこっちの中余計暑いので今クーラーつけてます。そうなんですね、はい、いやこの前めちゃくちゃ下がったじゃない。はい。で、もうちょっと涼しかったり寒い方が冬を感じれて、はい、イベントもしやすいなと思ったんですけど、まさかのここに来ての20度超えですよ。はい。今日だって最高気温25度とかそれぐらいいったでしょ？夏日ですね。ありえない。なんか関東もね、はい、春一番が吹いたってことで、うん、東京も21度超えだったのかな。異常気象ですね。いやー、ちょっと暑すぎですね。いや、暑すぎますよ。2月って普通一番寒いですからね。ほんとね。はい。いや、なんでこの気温の話したかというと、まあ、前回、前々回の放送でもちょっと触れさせてもらった、はい、我々のイベントがですね、はい、無事に終わりまして。お疲れ様です。ありがとうございます。ちょうど皆さんにもお伝えしたんですけども、2月の10日、かかず坂大公園の桜祭り、無事終わることができまして、当日もね、ちょっとあったかかったんですけど、はい、今日みたいな夏日じゃなくて、はい、冷たい風が時折吹いて、はい、で、僕ら石川県の日本酒を売ってね、熱燗を販売したんですよ。で、売り上げを全額この被災地、能登半島地震の被災地に全額寄付しますってことで、4つの一升瓶、4本、4升買って、売り切れてですね、はい、たくさんの方にご購入いただきまして、ありがとうございます、もう。いいですね。美味しそうですね。いや、熱燗ね、熱すぎたらまた誰も飲まないし、はい、ちょっと、冷や酒もちょっと用意するとかってギリギリまで迷ってたんですけど、はい、結果ね、全部熱燗にして、もう速乾です、速乾。しかもね、かかず坂大公園ってね、宜野湾市の方たちからすると、平和学習とかでよく使われてて、はい、なんかね、公園っていう感じよりか展望台って感じのイメージだと思うんですけどね、はい、よくテレビとかでね、ニュースとかで出てくる普天間基地の映像とかをよくかかず坂大公園の展望台から撮影するの多いと思うんですけど、はい、公園が当日ね、正式にはちょっと測ってないですけど、だいたいもう1000人近くのお客さんが来てくれて、はい、来場、はい。いや、盛り上がりましたよ。本当に嬉しかったですもん。いや、イベントってやっぱ盛り上がったらもう嬉しいですよね。そう。もうイベント構築するのにね、今回新しいことばっかりで、もう部員のみんなもすごく大変で、やりがいはあったと思うんですけどね、成功してみて。ただね、キッチンカーとかも当日3、4台ぐらい出店されてて、はい、で、僕たち青年部はドリンクの販売だけだったんですけど、やっぱね、なんといってもメインのプログラムイベント、横浜 DeNA ベイスターズの選手の皆さんが登壇してもらって、直接目の前でサインを書いて、はい、プレゼントをするっていう企画。まあ、時間の都合上、事前にサインをもらってて、はい、そういった直接書くっていうパフォーマンスはなかったんだけど、はい、でもね、直接選手が来て、挨拶もらって、はい、抽選当たった人に直接選手から手渡し。うわー、これは嬉しいですね。いやー、これね、抽選券を配るのを、プログラム自体はね、夕方の5時スタートだったんだけど、はい、3時過ぎから、抽選券配りますってことで、SNS で告知してたんだけど、はい、2時過ぎにね、もうなんか来てたのよ、お客さん。ベイスターズにほら来てる人、はい。で、僕らもちょっとびっくりしちゃって、はい、嘘だろうと思って。こんなマイナーな場所に来ると思って、はい。マイナーな場所って言ったらね、ちょっと主催者の親会に怒られそうですけど。いや、でも、僕らの目的としては、こういったプロスポーツの、そういった通して、地域の振興につながるとか、あと子供たちの育成に大きい影響を与えるっていうのをやっぱ信じてて、これを我々世代のこの商工業を営んでいる若手のメンバーが、お手伝いして、
地域の人たち一緒に盛り上げていこうっていうのがそもそもの今回の企画の趣旨だったので、はい、いや本当にね、まちょっとね県外からのこの熱烈なファン、はい、まめっちゃ気持ち強くて、やっぱ並んでる人もほとんど県外の人多かったんですけど、はい、でもね蓋開けてみるとね、地元の少年野球のグループ30名ぐらい来てたかな、はい、一チームで練習終わって来ましたって言って、で近所の方たちもいっぱい来てて、はい、いやもうこういう地元の方たちにそういうプロスポーツ、うん、特に宜野湾市はベイスターズがキャンプを張って37年になりますから、はい、ベイスターズのファンを増やしたいっていうのもやっぱ裏目的であったので、伝わったんじゃないかなと思って、はい、とっても良かったですね。で、しかもね、この少年野球のね、一人の子が、ちょっと地元の 沖縄の出身の選手も来てたんですけど、はい、北山高校、泣き人の出身の平投手かな、はい、のユニフォームが当たって、お4人しか当たらないんですよ。はい、うん、で、ちょうどね、当時で、当日は、浜の番長ことあの三浦監督でしょ、はい、で、今年からキャプテンになった牧、はい、牧さん、牧選手。で、県内出身の、北山高校、泣き人さん出身の、平投手と、嘉手納町出身の宮城投手。はい、この4人に来てもらって、だからね、4人にしか当たらないのに、ちょうど1人ね、沖縄県のこの地元の小学生の野球の少年に当たって、はい、あ、よかったと思って。やっぱね、抽選だからガチじゃないですか。はい、僕らもちょっと裏でね、細工とかそういうのできないので、はい、公平に公正にやってはやりたかったんですけど、でやっぱね、もう、選手の方たちもそうですけど、みんなの協力のおかげで本当にスムーズに終わることができて、ライブではね、やっぱその後、フィナーレは、我らが、宜野湾の兄貴、はい、ジョニー宜野湾さんのライブ。はい。いやーもうやっぱジョニーさんいいっすね、ライブ。最高ですよね。うん、あの、かかさか台でね、なんかライトアップしたんですよ、はい、当日は、。最後だけちょっとね、ピンクのライト照明で、はい。で、よくね、沖縄の桜祭りって言うと、やっぱりヤンバルガって有名じゃないですか。有名ですね、名護とか、はい、八重岳とか、はい。で、あそこ泣き人もだけど、はい、なんかピンクとか青にライトアップしててとっても綺麗なんですよ、夜も。はい、それをイメージして、かかさかでもちょっと照明つけたんですよ。はい、まあ、当日だけですけどね。はい、だこれがね、来年再来年以降も、なんか、継続してできて、はい、なんか、新しい中部の桜の花見スポットとして、認知されていって、はい、活動のあれができたらなと思うんですけど、はい、桜祭りって中部全くないですからね。中部ないですね。うん。いや、まあ、スポットというか名所はね、はい、ちょくちょくあるんだけど、はい、別に、桜咲いてるんで勝手に見てくださいみたいな感じじゃないですか。多いですね。そう。でもね、やっぱこうやってやるのっていいなと思って、はい。地元の方たちもちょっと喜んでもらって。うん、ただね、ちょっと駐車場の問題があったので、そこは少し考えようだなと思ったんですけど。はい、いや、もう皆さんお越しいただいた皆さんもありがとうございました。無事に終わることができましたので。またね、来年は我々青年部としては、浜湾フェスという名前に変えてですね、浜湾の浜は横浜の浜ですね。はい、湾っていうのが宜野湾の湾。はい、横浜一番、ワンをね、わざとWAN じゃなくて、はい、ONE、一番ワン、はい、浜ワンフェスっていうことで、ベイスターズのキャンプしてる、宜野湾海浜公園で、キャンプシーズン中に来年のですね、フードイベントみたいなのを青年部で主催でやろうかなというふうに考えてますので、はい、そこでもまた抽選会とかそういったお楽しみイベント、結構構築する予定なので、ぜひね、その時また来ていただけたらなと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。はい。あれか、はい、上のやつが残り何秒って、そうですそうですそうです、今 CM 行ったのでもう最後までカウントしますね。うん、いやマジで熱いっすね。
もしあれでしたらリモコンあるのでもう少し下げても大丈夫ですよ。あ、はいはい、喋って緊張もするし。はい、お送りしておりますインパルスレディオ。さっきのね、イベントの情報に引き続き、ちょっとまたベイサーズ関連の話、ちょっと気になったものがあったので、実はですね、今回、青年部としても、このキャンプを盛り上げるために、いろいろと、いろんなイベントにもお手伝いさせてもらってるんですけど、宜野湾市の観光振興協会、まあ、正確にはですね、ベイスターズ友の会っていうのがあるんですけども、そちらが主催してる、ファンと選手の、触れ合えるミーティングというか、イベントがありまして、歓迎感謝の夕べっていう、激アツなイベントがありまして、はい、もう、距離が近いんですよ。なんと言ってもこのイベントの醍醐味は。ラグナガーデンで毎年やってるんですけど、去年まではね、そのサイン会とかを直接やってたんだけど、今年からはちょっとね、手法を変えて、選手と直にハイタッチができると。で、しかもね、僕らのこのイベントに来た4名の選手とかじゃなくて、はい、一軍の登録選手全員来るんですよ。監督もみんなで。だからすごい、もう圧巻でしたよ。その中で、やっぱりね、一番みんなファンの注目も高かったのが、今年ドラフトで1位入団した、渡来選手、はい。これがね、渡来隆起さんって言ってですね、千葉県出身の方なんですけど、お父さんもともとヤクルトの渡来さんということで。で、千葉県の高校は横浜高校だったかな。で、ベイスターズに入る前は、社会人野球で、新日本石油かな、エネオスの球団に所属してて、はい、今回ドラフト1位でベイスターズは1位になったんですけど、はい、まあ期待してますよね。去年ね3位で A クラス入りではあったんだけども、 あともう少しってところで、でベイスターズがやっぱり、ね、優勝すると、我々なんで商工会となんか関係あるのってなった時に、今回宜野座でキャンプをやってる日本一になった阪神タイガース、はい、なんか優勝パレードしたってニュース見ました？でやってたんですよ、それキャンプのところで、ね、はい、だからベイスターズが優勝すると、はい、宜野湾でもしかしたら来年優勝パレードがあるかもしれない。それをやっぱ企画するのが我々、はい、商工会青年部であるので、はい、いやなんか言わごなくね、8月9月のそのシーズンの終盤、ちょっと今年もしかして優勝しちゃうんじゃないみたいな、はい、ちょっともう寝れないというか、いやもう今もう身も心もベイスターズファンになっちゃってね、はい、すごい勢いいいんですけど、なんといっても投手がね抜けた穴も大きいけども、打撃が心配だったということもあって、はい、この渡来選手ね、打撃めちゃくちゃいいんですよ。だからね、攻撃面でもたくさん点を取ってくれるのかなっていうので期待してて、まさに二刀流ですね、うん、あいよそうだね。だからこのとっても嬉しいんですけど、本人はすごく好青年で、はい、ラグナに来てたんですけど、選手代表でね、やっぱドラフト1位ってことで挨拶したんですけど、はい、いや、まあ、ナイスガイ。スラッとしてて。野球選手ってみんなね、でかいんですよ。大きいですよね。お尻もでかいし、はい、めちゃくちゃでかくて、牧選手、キャプテンなんて、やっぱね、テレビで見ててもね、でかいなと思ったんだけど、はい、生で改めて見ると、はい、まあ、でかい。大きいです、うん。で、しかも、何が一番って、浜の番長、三浦監督のオーラ。はい。もう、とんでもないですよ。監督もね、めっちゃイケメン。で、僕らね、もう、失礼がないようにってことだけで、はい、もう、当日、わちゃわちゃしてたんだけど、はい、でもね、もう、このオーディエンスの観客の皆さんも、すごい盛り上げてくれたし、で、かといって、その前にあった、ラグナであったベイスターズ、関係感謝の夕べでも、DeNA ファンの皆さんもね、すごい、やっぱり紳士的な、対応というか、はい、あ、もちろん選手に対してリスペクトが強いから、選手が困るような、運営が困るような、そういうスタンドプレーをするような人もいなかったんですよ。はい、みんなきっちり並ぶし、綺麗に並ぶし。いや、本当に、なんかいい球団とファンの皆さんだなって、そこでねやっぱりね、渡来選手今年はバンバンヒット打ってもらって、はい、
セリーグ優勝、はい、そして日本一、はい、で9月か10月かな、みんなでなんかそういう映像を見ながら、はい、イベントとかもやったらいいなと思うし、あ、いいですね、ちょうど1年後の2月キャンプが始まる前に、はい、宜野湾市でね優勝報告会兼パレード、はい、あーかもうやったら最高っすよね。最高ですよね。いや、ぜひ実現してもらいたいなと思います。まあこんな感じでベイスターズ関連の話と我々の各家の加賀坂大公園での桜祭りの話ちょっとお伝えしましたが、はい、実はね翌日2月11日もずっとお話ししてた中部国際産業祭りっていう、はい、またイベントがあってね、青年部2日間連続で祭りやってたんですよ。お疲れ様です。いやいや、もう大変でした、ね、ただね2月11日のこの桜、ま、はい、あ、中部広域産業祭りって今回で第9回を迎えれたのかな、はい、旧市町村の商工会商工会議所青年部合同である祭りで、今年の会場が西原町の沢藤マルシェっていう新しい施設があるんですよ、はい、コロナ禍にオープンしたのでまだちょっとあまり知られてなかったりするのかな。まあ、近くの人はね、なんかあの、買い物とかでよく行ったりする方も多いと思うんですけど、まあ、道の駅みたいな、総合複合施設で、はい、いや、すごい、とっても綺麗な場所で、はい、駐車場も広くてね、そこで、この産業祭りをやったんですけど、ものすごいいっぱい。めちゃくちゃいっぱい。産業祭りって本当に人集まりますよね。ねえ。産業祭りって、ぶっちゃけこの僕今こうやって商工会の団体に関わらせてもらってて、はい、それから意識するようになったんだけど、はい、こんなにお客さん来るんだと思って、はい、やっぱね、その特産品、地域の特産品とか、そういった認証、承認を受けてる商品の販売、即売会だったり、やっぱご当地のグルメとかね、はい、そういったのも多くて、うん、でなかなかこの普段のお祭りとか出店されてない人たちも、産業祭りで特別出店とかっていうのもあってね、はい、だから結構お客さんにぎわってて、うーん、いやあれもね多分過去一の来場者数は余裕で1000人は超えてたんですけど、はい、何千人かな、2000以上3000近くは多分行ってるんじゃないかな。でちょっとね正式なカウント数がまだちょっと集計があれなんで、はい、あの発表がまだできてないんですけど、いやこれもね本当にすごかった。やっぱり地域特色が出るんで、はい、今回、西原の祭り、この、中部広域産業祭りは、はい、あの、毎年毎年、この、開催年が違うんだけど、その年その年のなんか、特色というか、はい、そこの地元の青年部が企画するやつが結構通ってて、はい、宜野湾でやった時は実はね、6年前かな、加賀坂大でやったんですよ。ありましたね。あの時もやって、はい、あの時はね、2000人ぐらい来たんですよ、加賀坂大、はい。で、お笑いライブとか、そういうのをとりあえずやったんだけど、はい、その今回はね、なんかあの、お楽しみ抽選会っていうのをやって、はい、豪華景品が当たるっつって、任天堂スイッチとか、お旅行券、10万円相当の旅行券とか、はい、結構そういったのもあって結構盛り上がったんですけど、やっぱり産業祭りとかね、しつらえるの大変ですけど、はい、やってよかったなと思って、まあ、天気がね、よかったから、そうですね、たくさんの人に来てもらって、で、来年は沖縄市でやるんですよ。沖縄商工会議所青年部さんが主体となって、はい、中部の我々商工会青年部のメンバーも一緒にやるんですけど、はい、場所がねまだ決まってないです。ただもしかしたらアリーナありかもしれないですね、うん、いやっていうのは話は聞いてるんですけど、勝手にラジオで言っちゃってますけどいやでもね、アリーナでやったらいいよね。いやーすごいと思いますよ、うん、あのアリーナのところって結構フェス系のイベントやったりすることがあるので、ねね、ノウハウがあるはずなので、ヒャンさん特に音とかさ、はい、あの僕も実はちょっと好きで、はい、ガシッと系みんな見るんですけど、はい、特に僕はスチール写真関係の仕事なので、その映像配信とかもちょくちょくやらせてもらったりもするんだけど、はい、設備がね、いいですよね、めっちゃいいんだよ。あの音の反響もないですし、ね、すごいよね。僕2回アリーナの中で音楽かけさせてもらったことあるんですけど、いいな、あのやっぱり全然もう響きがないので、こんな囲まれてるところでこんなに音いいんだってすごいびっくりしました。そうやっぱね、これからのやっぱそういうライブ会場とか、はい、そういったところって設備もね、ただの音響というよりかは、はい、世界基準でやっぱ構築しないと、はい、
これね、ちょっと経済の話にも関わってくるけども、例えば沖縄で今一番大きい収容人数って、確か多分コンベンションの展示棟かな。あ、アリーナが今一番。アリーナが今一番になってますね。だからね、やっぱね、その、沖縄アリーナを構築するにあたって、はい、沖縄市さんってね、多分その辺もね、ちゃんとね、考えて、やってくれたんだと思うし、はい、ドリカムの中村さん、はい、中村マスさんが、はい、なんかプロデューサーっていうか、入ったんでしょ、はい、あ、そうなんですね。そうそうそう、当時のね、今ちょっと社長変わってるんですけど、はい、UQ ゴールデンキングスってバスケットチームが、あそこホームスタジアムじゃないですか。はい、前社長の方が、すごいドリカムファンで、このアリーナができた時のこけら落としイベントは、はい、あの、絶対に、このドリカムを呼ぶと、はい、ただねコロナで一回中止になっちゃって、そうなんですよね。ただあのもう一回開催できたんですよ、はい、ちょっとこけら落としには間に合わなかったけど、それでその時の僕もちょっと現場携わらずことがあって、あ、そうなんですか。そうそうそう、裏方で一緒に見てたんだけど、いやーすごいね、音と映像とさ、はい、で今度宜野湾って今海浜公園工事してるじゃないですか、海浜公園野外劇場、はい、はい、あれね、多分とんでもない機会入ると思いますよ。ええー、そうなんですか。楽しみ、楽しみですね。僕ら世代で言ったらね、はい、あの、ギランカイン公園の野外劇場って、はい、大体トップアーティストのね、ツアーファイナルの地なんですよね。はいはいはい、はい。追加公演決定、はい、ツアーファイナル沖縄みたいな。はい、だから前ね、Perfumeのラジオでね、Perfumのあーちゃんが言ってたんですよ、はい。初めて沖縄でワンマンライブするってなって、決まった時に、はい、ツアーファイナル、ギノワン海浜公園野外劇場と、はい。私はこの字を見たことがあると。ギノワンって正直呼べなかったんだと。はい。でも、私たち、あの、いろんなアーティストを見てて、はい。あ、ギノワンの野外劇場ってよくみんなツアーファイナルやる場所だよね、と。はい。とか武道館みたいな感じで。はいはいはい。だからどういう場所なんだろうと。はい。すごいずっと楽しみなんだと。海のすぐそばにあるんだ、みたいな。はい。で、私たちもそこでツアーファイナルができるってことは、なんか感慨深いものがあるよねっていうのをラジオで話してて、宜野湾市民としてはね、はい、すげえあーちゃんの口から宜野湾という言葉が出てると、はい、これね嬉しくて観光協会の局長に話したんですけど、はい、そうなんだっていやだからねやっぱ今後ね宜野湾海浜公園の野外劇場が、はい、もうリニューアルした時にはなんかねガイタレとかいっぱい来てほしいですよね。そうですね、多分ねもう決まってると思うんだけど、こけら落としの、はい、このアーティストさん、アーティストは、うん、なんかねボソッとね誰がいいと思うって聞かれたことがあるんだよ、はい、俺行っていいの、提案していいのって、いやいやお前の提案が通るわけないだろうって、ただ聞いてるだけなんだって言ったけど、でも誰がいいかなってちょっと妄想しながら楽しみに待ってます。いやー楽しみですね。誰がされるのかってやっぱ大事ですからね。日本人がいいのか、はい、外国人がいいのか、どうか、まあけどあそこでよくやる人って決まってるんだよね、はい、小田和正さんとか、はい、毎年あそこでファイナルなんだよ、確か。はい、で、ああいったサザン、今まで多分ね、サザンとビーズは、コンベンションセンターでしかできなかったけど、やっぱライブ、外でも見たいよね。見たいですね。あの、外でやるライブってやっぱり全然違いますからね。そう。全然違うと思う。だからその音が抜けるのも、新しい機材でどうなって表現できるか楽しみです。いや、もう本当に楽しみですね。ということで、もうお時間があと3分になりました。早いですね。あっという間ですね。30分、皆さんいかがでしたでしょうか。いや、今言ったみたいにね、今後もいろんなイベントの情報とかをちょっとお伝えできればなと思うんですけど、宜野湾のこの今街が新しく生まれ変わろうとしてて、設備がどんどん新しくなっていってるので、これもね、僕なんかのこの団体が使って、やっぱりこういうのも必要だよっていうのをやっぱ行政に提案していくっていうのも大事だし、はい、で、そうしないとやっぱね、外からのお客さんだったり呼べないですからね。宜野湾市でやっぱりね、いろんな人たち呼んで、ライブとかイベント催し物を開催して、で、我々がこう、売り上げにつなげるような企画とかをどんどん提案していくっていうのが、一番いい街づくりだと思うので、ぜひ皆さんも参画してですね、はい、一緒に考えていけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。それこそ経済は遊びからもありますから、ね、ああそうそう、やっぱクリエイティブにね、はい、想像して妄想して、はい、そう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 なんですよ。はい、ということで、本日はここまでということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。